水族館。水族館とは、海や河川、故障などの水中や水辺で生活する、生き物、水族をもとして、展示、収集している施設である。水族館では、魚介類や無脊椎動物、両生類、怪獣類、爬虫類といった動物や、水草などが、ガラスやプラスチックといった透明な水槽に入れられ、公開されている。規模は、大小様々であるが、 多くは多種類、大型の水槽を売りにしている。怪獣、イルカ、アシカなどによる、ショーなどをしている、水族館もあり、これらのショーが水族館の目玉になっている場合も、見受けられる。また、単独で存在する、水族館以外に、動物園の中の一施設として存在するところ、遊園地のような遊具が設置、併設されているところ、複合施設の中の一つもある。 海浜、湖畔、川辺に近いところに立地している場合が多いが、都心のビルなど海岸から遠い場所に立地している施設もある。水族館が作られるようになった経緯にはそれぞれ異なる四つ流れがあり、それらが独立ではなく相互に関係しながら発展していった。一つはホームアクアリウムの流れである。百六十五年のサミュエル・ピープスによるパラダイスフィッシュークの紹介や、 1718年のルイルナールによる魚、エビ、カニの彩色図鑑出版などに換気されて17世紀のヨーロッパにおいて熱帯魚飼育ブームが起こった。魚を健康的に飼育する方法の研究という科学的な視点や魚の絵を描くためという芸術的な視点からもホームアクアリウムの需要が生じ、このブームに伴って水槽設備の開発も進んだ。 このような水槽設備の開発に携わった人物としてアクアリウムの名付け親でもあり海洋生物の画集を出版したフィリップ・ヘンリーゴスや水槽の水の循環装置を開発したウィリアム・アルフォードロイドなどがいる。このようなホームアクアリウムによる水槽での魚の飼育技術の向上や水槽の開発という流れの中、1830年に博物学者のドモリンズは フランスのボルドーにおいて世界初の水族館の一つであるとされる水槽に入れた魚や貝を並べた展示を行った。もう一つは18世紀の近代科学の発展に伴って発生した博物学の一分野である動物学の流れである。1828年にロンドン動物学協会によってロンドン動物園が建設されたことを契機として動物学の研究に伴う 教育の一環として、その研究施設を一般公開するという考えが広まり、その後、この動物園の付属施設として、水族館が作られるようになった。初期のものは、フランスの国立自然史博物館である、ジャルダンで、プラントの爬虫類コーナーに小さな水槽が並べられた程度のものであったが、1853年には、 世界初の水族館の一つとされる、ロンド動物園併設のフィッシュハウスのような本格的な水族館に発展していった。また、18世紀のヨーロッパでは産業革命の流れにおいて、その成果を誇示し国有を発揚するために、万国博覧会をはじめとした博覧会が多く開催されていた。1851年のロンドン万国博覧会で、 行われた中鉄のフレームにガラスをはめ込んだ水槽を使用した魚の展示のように、水槽と水生生物の展示はしばしば博覧会の目玉とされた。後年、日本において1897年の第2回水産博覧会で展示された水族館が博覧会終了後に移築されて、水族館として継続的な展示が行われたように、 博覧会による話題性も伴って多くの水族館が建設されるきっかけとなった。最後の一つは、大学をはじめとする教育研究機関が建設した臨海実験所の流れである。18世紀後半、海洋資源の開発のために水産学の研究が盛んとなり、水産学の基礎である生物学の教育、研究のために必須の施設として臨海実験所が建設された。 世界初の海洋実験所は1872年に建てられたナポリ海洋実験所であり、ついで1886年に東京大学の付属設備として三崎臨海実験所が建てられた。これらの臨海実験所では研究のために海洋生物を飼育する水槽や図書館等の設備が充実しており、研究費を賄う目的で入場料を徴収して、 水槽や標本等を公開するということが行われていた。また、臨海研究所は海に面した景観の良い場所に建設されることが多かったため、後年には付属の水族館や博物館を伴う総合的な観光施設が作り上げられることもあった。第二次世界大戦前の日本の水族館は、その1、3が国立大学の臨海実験所付属の ものであったように、臨海実験書は、水族館の普及に対して大きな役割を果たしていた。世界初の水族館が何かということには、諸説あるが、1830年に、博物学者のドモリンズが、フランスのボルドーで行った、魚介を入れた水槽の展示を、世界初の水族館とするのが定説となっている。しかし、 これは水槽を並べただけの単純なものであったため、その規模や施設などから1853年に作られたロンドン動物園のフィッシュハウスが世界初の水族館であるという見方もある。1853年、ロンドン動物園の付属施設として開館したフィッシュハウスは多くの温室と同じような設計が施されていた。PT バーナムはロンドン動物園の水族館に続き、 1856年に早くもアメリカで初めての水族館をニューヨークのブロードウェイにある彼の設立したの一部として開館したがバーナム博物館は1868年に消失した。1859年にはボストンにが開館した。その後ヨーロッパではパリのやウィーンのアクアリウムサロンともに1860年 ハンブルクノの,の一部としてのマリン・アック・ウェリアム・テンプル、1864年、アルフレート・ブレームが設立した、ベルリンのベルリン水族館、1869年、ブライトンのブライトン水族館、1872年、など、いくつかの水族館が開館した。旧ベルリン水族館は1869年に開館した。旧ベルリン水族館は、 ベルリン動物園の場所ではなく、ベルリンの大通りであるウンターデンリンデン総意という都市の中心部に建設された。水族館の初めの責任者は、1866年から1874年までのアイダハンブルク動物園の責任者であったアルフレート・ブレームであり、彼は1874年までその職に勤めた。ベルリン水族館は教育に重点を置いており、 水族館の一部は天然の岩で作られ洞窟のように設計されていた。この天然石で作られた洞窟はジョバロジェ・シャグロットと呼ばれ、これは地球の近くの外装を表している。この洞窟はまたアザラシのための鳥とプールが特色であった。旧ベルリン水族館は3階建ての建物であり、2階に魚の入った水槽が置かれ、機械やタンクは1階に設置されていた。 3階には、ブルームの特別な関心のために、鳥の入った巨大な鳥小屋が置かれ、その周りには哺乳類の檻が置かれていた。この施設は1910年に閉館した。のアルティス水族館は、1882年、ビクトリア・朝風の建物内に建設され、1997年に改築された。19世紀末に建設されたアルティス水族館は、 当時最高水準の技術であると考えられていた。日本で初めて作られた水族館は1882年に開園した上野動物園に併設された美用室、魚を除きと呼ばれる小さな淡水のアクアリウムである。その敷地面積は17.5坪であり、15ほどの水槽が置かれていた。その後、1897年の第2回、 水産博覧会において、兵庫県の和田岬に設置された遊園地である和楽園に水族館が併設され、ここで初めて水族館という名称が用いられた。東京大学教授であり、水族館の父と呼ばれる飯島伊佐によって設計された、この水族館は淡水水族館であった、環魚室と異なり色か循環設備を備えた。 本格的な海水水族館であった。博覧会に併設された施設であったため博覧会の終了とともに、和田岬の施設は閉館したものの、同県の港川神社に移築されて1910年までの間営業していた。文部科学省が所管する日本動物園水族館協会では、この和田岬の水族館を日本の水族館の原点であるとしており、 神戸市立スマ海浜水族園では日本における水族館発祥の地は神戸であるとしていい。2015年現在、日本で最も歴史の長い水族館は1913年開館の魚津水族館である。世界の水族館の総数は2010年代初頭において約500館と推定され、うち2割が日本に立地すると言われている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。